スピリット101はスピリットレーシングが開発したフォーミュラカー。前作の201とは異なり、初めから F1 として設計されたマシンであった。101は1983年の第13戦イタリアグランプリでサーキットに持ち込まれた。搭載エンジンはホンダ RA163E。スペアカーとして持ち込まれ、決勝には使用されなかった。続く ヨーロッパグランプリでもスペアカーとして、プラクティスを走行したが、決勝には出走しなかった。ヨーロッパグランプリの後、ホンダはウィリアムズへのエンジン供給を決定、スピリットはエンジンを失い、最終戦には出走できなかった。ホンダエンジンを失ったスピリットであったが、ハート 415T を101に搭載、101バイトとして1984年シーズンに参戦する。ドライバーは、 ステファン・ヨハンソンに代わって、マウロ・バルディが起用された。カラーリングは前年までの赤・青・ジロに代わって、白一色となったが、開幕戦ブラジルと第2戦南アフリカでは赤色に塗られる。第3戦からは再び白一色となった。ホンダエンジンに変えて、ハートエンジンを搭載した101バイトであったが、ボディサイドには、ホンダのステッカーが貼られていた。 これはホンダからの資金援助があったためと思われる。第7戦カナダからバルディに代わって、オランダ人ドライバーのヒューブ・ロテンガッターがハンドルを握った。ロテンガッターはイタリアグランプリ後にチームを離脱、バルディが終盤2戦に復帰した。101バイトの最高成績は8位で、バルディが3回、ロテンガッターが1回記録している。1984年シーズン途中の 第8戦デトロイトグランプリでエンジンの供給に問題が生じ、ハートエンジンを搭載できなくなってしまう。チームは急遽、コスワース DFV を調達、これを搭載した 101C を準備した。特管工事で DFV を搭載された 101C であったが、レースでは予選落ちしてしまう。101C は1台が101バイトから回収されたが、 その後101バイトに戻されている。1985年、チームは改良型の 101D でシーズンに臨んだ。ドライバーは前年に引き続いてバルディが起用された。カラーリングは白一色であったが、第3戦3割のでは1983年のような赤白青の塗り分けに戻っている。開幕から3戦連続でリタイアした後、チームは財政難のため、 タイヤの供給権をトールマンに売却 F1 から撤退した。ありがとうございます。